ペレーロでアギアールはスペインガリシア州オーレンセ県のムニシピオコマルカでオーレンセに属する。またリベーラ桜地域を構成する自治体でもある。ガリシア統計局によれば2010年の人口は6134人。また同自治体の15歳以下の全住民人口に占める割合は11.86%となっている。 カスティーリア語での表記は低冠詞のないペレーロで、アギアール。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は96.59%。お、ペレーロで、アギアールは、オーレンセ県の北部に位置し、コマルカでオーレンセに属する。北は、コーレス、アペローシャ、ノゲーラデラムインと、東は、エスゴスと、南は、パデルネデアジャリス、サンシブラオ、ダスビーニャスと、西は、 オーレンセの各自治体と隣接、自治体中心地区はプレシュゲーロー教区のオペレーロでアギアール地区。自治体市長はガリシア国民党のエリセオ・フェルナンデス・ゴメス。自治体表議員はガリシア国民党9ガリシア社会党にガリシア民族主義ブロック2となっている。お、ペレーロでアギアールは13の教区に分けられる。ふとじは 自治体の中心地区のある教区、ありがとうございます。